ここはね、清澄公園ですよ。めちゃくちゃいい公園なんですよ。まあ、都市はよく来てますね、ここ。やっぱ、都会に疲れた時は、仕事仕事で心が疲弊した時は、やっぱ森林浴が一番いいんで、こうやって、昨日気持ち聞いたら、なんて言ってました？触るな。気やすく触るな。皆さん森林浴してます？疲れた時はほんま森林浴です。やっぱ自然が一番やから、人間もう気持ちがこう嬉しくなってくる。帰ってきたって感じやもんね。これ見て、やっぱ緑が素晴らしいんですよ。やっぱ都市はいつもポジティブやから、なんやろ、逆に日にパワー上げてるっていうことなんかもしれない。もし都市がここを歩いてなかったら、清澄公園大丈夫かっていう。あ、ちょうど鳥の声がやみますね。待ってた。ちょっと最近来れなかったね。友達ですわ。大体この時間だったら来る。おはようございます。あ、さっきのあれやな、芭蕉そば食べたちゃうかな。カラスさんも来てくれてます。動物、ほら、遅かったねって言ってる。後でなんて言ってたんですか？遊ぼうよって。いつも遊んでるんだよ。何してるんですか？プロレスごっことか。カラス結構強い。すごいポジティブ注入されてきたわ。今日多分すごいんちゃうかな、執筆30本いけるんだ。それで間に合う？間に合う、30本。これだいたい50本やってるから俺、朝は。走りたくなるんだ。もう溢れるから。だいたいここに座んねえよ、うん、ここいつもダッシュ終わったら、はい、この木さんいるじゃん。おはようございます。いや、今日いい天気ですよね。僕も1年経ちましてね、こう東京来て。そうなんですよ。なんか清澄公園にもよく来させてもらってます。どうですか最近？ああ、雨がないからね。まあ、もうちょっと雨降った方がいいですよね、植物的にはね。ちょっと今日撮影入ってて。いえ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 、そんな出世とかそんなんちゃうんですよ。個人チャンネルと YouTube が都市が行くっていうやつやってる。大丈夫ですか映ってる？あ、大丈夫です。いきなりちょっとすいません、ちょっと撮影させてもらって。ここの先輩が一番から大体ここで今日の出来事でほんまにたわいもないことただ喋るだけ。だいたい芭蕉そばがうまいって言ってるから、うん、やっぱそれでここやな。こ
れだったらもうちょっと、うん、ここで遊んでんねん朝いつも。やっぱ子供を昼間おるから、親御さんおるからやっぱあんまし年齢いくとジャングルジムでも遊べんよ。大体やっぱ人がおらん、この時間狙うね。そしたら、そこ清澄庭園やろ、はい、で、こうなるから。レンデも深川から。映画別にネットフリックスとかで見るし、アマゾンプライムで見るし、メラニアや。メラニアに目がないから見るでしょ。ずーっと見てます。これからやりたいこととか、やっぱり癒し与え続けたい。都市にとって都市が行くって何ですか。癒し。都市にとっても癒しや。だからウィンウィンやね。俺は。光や、光。朝が一番パワー強いから。太陽さんすぐ逃げるから、ほらもう光なくなってきてるから、はい、太陽の方まで年が行く。皆さん、年がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。